はい、格闘ニュースゾウの雑白です。今回はライジンフェザー級王者牛久潤太郎 VS 神田光也ディープタイトルマッチの試合速報動画です。この試合はフェザー級では超リーチが長い神田光也選手 VS 手足の短いリアルフナッシー体型の柔道出身牛久選手の戦いです。神田光也の長い距離をどう牛久選手が潰しテイクダウンに持っていきパウンドを打っていくか、もしくは神田光也選手がいかに距離を外してポイントアウトするかが勝負の見どころとなります。まず1ラウンド、いきなりサウスポー同士ですが距離の近い殴り合いをしていきました。ただ一段落すると少し距離が縮まりました。牛久選手はフックをぶん回しながら組みに行きます。しかしグレコローマンレスリングエリートの神田光也選手が逆にケージに押し込みます。そこからは距離を少し取り蹴りへの打ち合いでした。インドーからジャブという長い距離を制す神田光也選手とフック一辺倒の牛久潤太郎選手です。牛久潤太郎選手はガードが高いまま圧力をかけフックをぶん回します。そこにガードが高いゆえにお腹が空いているので膝を当てようとする神田光也選手でした。たまに牛久選手の方はスイッチを使いながらプレッシャーをかけていきます。そして四つで押し込む神田光也選手で1ラウンドが終わりました。五分の展開です。どちらとも言い難い五分の展開でした。2ラウンドです。2ラウンド目は同じようにガードを上げてフックを回す牛久選手にジャブの牽制をしていく神田光也選手です。2ラウンドに関してはジャブの牽制からの左ストレートを神田光也選手が当てていました。長い距離を潰すために牛久選手は右ミドルも出していきます。ジャブの神田光也選手に右インローを合わす牛久選手でした。徐々に神田光也選手が長い距離でジャブでペースをつかみ始めます。そしてそのペースを崩すようにタックルに行く牛久選手です。そのタックルを切り、ケージに押し込む神田光也選手でした。神田光也選手はインロー、ジャブ、ストレートと膝。牛久選手は左右のフックをまとめていました。そして最後はタックルのフェイントからの右のオーバーハンドなどで神田光也選手の判断を鈍らせていました。2ラウンド終了しましたが、2ラウンドはやや神田光也選手がジャブで距離を制し、左ストレートを当てたので、やや神田光也選手が有利なラウンドでした。次に3ラウンドです。最終ラウンドになります。最終ラウンドに関わらず、二人ともあまり攻めと欠く展開でした。神田光也選手はジャブの牽制をし、牛久選手はフックで距離を詰め、同じような展開が続きました。しかし、タイトルマッチとは思えないようなしょぼい戦いでした。その中で、神田光也選手の膝蹴りを掴んで、牛久選手がテイクダウンしました。そして牛久選手がテイクダウンしたものの、判断をミスり、ケージ際で立たれてしまいます。そこからまた同じような展開です。インローとジャブで長い距離で戦う神田光也選手。そして、ローとフックを打つ牛久潤太郎選手です。最後にようやく神田光也選手が左ミドルを思いっきり打ち威嚇するなどしていましたが、お互い攻め手を欠く5分間の展開でした。同じ日に行った UFC ライト級のオリベイラ VS ポイエとは全く違う天と地の差がある、正直地味な使用試合と言えるでしょう。結局判定は4対1の牛久選手勝利で、これに関してはドミネーター選手も首をかしげる判定でした。確かに挑戦者である神田光也選手がアブレックスではなかったものの、もしかしたらやや優勢だったかもしれません。これで牛久選手はライジン王者、ディープ王者と二冠王になりましたが、このようなしょうもない試合では牛久大仏よりはビッグになれないでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら、さよなら、さよなら。